シースパロー、RIM-7C スパローは、空対空ミサイルであるスパローをもとに開発された、股間防衛用の艦対空ミサイル。シースパロー艦対空ミサイルシステムは、旧西シュー諸国で、最も一般的な股間防空ミサイルシステムである。最も初期に配備された応急的な BPDMS、ベーシックポイントディフェンスミサイルシステム、改良型の IBPDOMS、 インペルーベド BPDMS があり、また、使用する RIM-7 ミサイルも、性能向上を続け、最新発展型の発展型シースパロー、SM、イボルベドシースパローミサイル RIM-162 では、両艦防空、近接防御が可能なまでになった。アメリカ海軍をはじめ、NATO など、複数の西側諸国で採用され、 東アジア地域の西側海軍として、中華民国海軍や日本の海上自衛隊や、韓国海軍でも運用されている。1940年代後期より顕著になった、ジェット機の発達により、艦隊の防空は重大な危機に直面することとなった。これに対しアメリカ海軍は、RIM-2 テリア、RIM-8 タロス、 RIM-24 ターターの 3T ファミリーと通称される艦隊空ミサイルシステムを開発したが近距離での防空は3インチ5インチ速射砲に頼らざるを得ない状況であった。一方、アメリカ陸軍も同様の問題に直面しており、1959年によりイギリス陸軍と共同で新型の前線エリア防空システム FD として 三射定地対空ミサイルスミム -46 モーラーの開発を開始しいた。アメリカ海軍もその開発に参加することとし、その派生型である RIM-46AC モーラーを基本股間防空システム BPDMS として採用する予定であった。海軍は C モーラーに多大な期待を寄せており、この時整備計画が進んでいたノックス9 5 a 駆逐艦は シーモーラーの搭載スペースを確保した状態で収益していた。しかし、モーラー計画は技術的な困難に直面して遅延しており、暫定的な施策が必要となった。これに応じて AIM-7 スパロー空対空ミサイルを艦載化して開発されたのが C スパローである。計画名はシーモーラー時代の BPDMS が継続的に用いられることとなった。 シースパロー BPDMS は、その経緯から応急的なシステムとなった。発射機は、アスロック用の MK-16GMLS で、使われていた8連装ミサイル発射機、MK-112 を 76mm 連装砲のマウントに組み込んだ MK-25GMLS を使用する。ここから発射されるのは RIM-7E ミサイルで、これは事実上、 空対空型の AIM-7E スパローそのものであった。また、イルミネーターとしては、手動式のが使用されるが、これは、海 -4 艦上戦闘機の下器完成システムを、人力操作、目視標準の簡易包囲板に設置したものである。C スパロー BPDMS は、まず1967年より、ガーシア級護衛駆逐艦のブラッドレイに搭載されて試験された。 試験開始直後に、エーラート事件が発生し、対艦ミサイル防御、ASMD の必要性が強く印象付けられたことも、あり、1971年から1975年に、かけて、ノックス級護衛駆逐艦のうち31隻で、で -1052 から1083、で -1070 を除くへ搭載されたほか、航空母艦や、揚陸艦にも搭載された。これは、 アメリカの護衛駆逐艦、デッドしては、初めての艦対空ミサイル装備であった。ただしノックス級以前の護衛駆逐艦へのバックフィットは行われず、ブラッドレイの搭載システムも撤去されて、空母、フォレスタルに移設された。ただし本システムは、本開発のアイビブドムズが1975年に実用化されるまでの、あくまで応急的な施策に止まった。このためもあり、 ノックス級の一部の艦は、後に 20mm ファランクス CIWS に、乾燥した。1968年、デンマーク、イタリア、ノルウェーの各国は、互換防空システムとして、シースパロー BPDMS の改良系を採用する、ことで合意した。数年後、NATO の諸国は、NATO シースパロープロジェクトオフィス、ムスポーを立ち上げた。この計画のも 改良型 BPDMS、アイビプド o ムズの開発が開始された。この時点で、従来の BPDMS の配備は、なお進行中であったが、その限界点もすでに明らかになっていたためである。この計画に基づいて開発されたアイビプド o ムズは、1973年に、NATOC スパローミサイルシステム、NSSMSMK57 として正式化された。初期のブロックでは、 BPDMS で用いられていた RIM-7E を元に前、翼を折りたたみ式とした RIM-7H が用いられていた。AIM-7E のアップデートに伴って RIM-7H も順次にアップデートされ、ブロックアイでは RIM-7H-5 に更新された。またその後、アム版が AIM-7F に更新されるのに、伴い、 サムバンも RIM-7 回に更新された。これは、半導体組織化することで誘導システムを軽量化し、その分だけ、ロケットモーターを改良、加速用と巡航用の二重推進式して、射程を延伸、弾頭も大型化したものである。1978年から配備された、ブロック E では、新型のミサイルである RIM-7M に対応した。これは、 新型のモノパルスシーカーを採用し、迎撃可能範囲が大幅に拡大している。またその後、本家スパローが ARM-7P に発展するのに伴い、1990年には低空溶撃性能を強化するなどの改良、PIP を施した RIM-7P が生産に入った。また、シースパローに水力変更装置、JVC を装備し、 垂直発射装置 VLS に対応する改修も行われた。試作機は1981年に試射を行っており、1985年には RIM-7M の垂直発射版の試射が行われた。RIM-7P の後継機として RIM-7T の開発が行われていたが、これは抜本的に設計変更した SM に発展した。 またエスム実用化までの暫定版とした RIM-7R の開発も行われていたが、これは配備されなかった。発射機はミサイルの前、翼を折りたたみ式としたことに対応して、キャニスターの対角船長を小型化するとともに、追随性、整備性に優れた MK-29 が用いられた。イルミネーターとしては自動化された MK-95 が開発され、 これは後に MK-91 ミサイル射撃式装置 GMFCS に発展した。また RIM-7M の採用に伴い、アメリカ海軍では MK-91GMFCS の性能強化策としてトス MK-23 を導入した。これは MK-91 にシステム固有の補足レーダー及び、 敵味方識別装置を組み込むので、MK91 の混戦能力を大きく向上させた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。